ショットがとても飛んだということですね。はい、まあ、ダウンスロープになっているんですけれども、そこをね、このフェアウェイの伸び伸びしたところから打てました。いや見事。ちなみに森木さん、ティーショットは292ヤード飛んだというデータが入ってきました、はい、ありがとうございますいや彼女は本当に今年の全米女子オープンチャンピオンです。フィリピン代表としての4日間が終わりました。10アンダーで、ああいい表情です。まあ、メダルには届かなかったけれども、これからのゴルフ、私を見ててよというラウンドでした、ね、20歳の笑顔が戻りました。まあ、初優勝の時のスピーチでは、日本人としての心を大切にこれからも戦っていきたいんです、そんな話をしていた笹生です。今後は日本の国籍を取得して、まあ、次のオリンピックは日本代表で、そうですね、その可能性も非常に高い笹生優花です。残りの 2、3日はやっぱ初日よりいいゴルフができたので、本当に今日もパターがよく入ってくれたので良かったと思います。あの順位が、まあ、ホールアウトした時点で7位タイということでトップ10まで入ってきました。この順位についてはどうですか？そうですね、まあ、初日終わって何位だったか分からないですけど、こうやって上位に上がれてよかったと思います。初めて参加したオリンピック、笹生さんの中ではどんなところでした？本当に楽しかったですし、はい、まあ、さっきも言ったように、いろいろ勉強になったので本当にいい経験になったと思います。あのいろいろな、ね、国の選手と4日間プレーしたことでいろいろなことを感じたんじゃないかと思うんですけれども、特にどんなことを感じました？まあ、でもみんな LPGA に出てる選手なので、はい、まあ、そうですね、今日初めて一緒に回った台湾の選手とか本当にみんな優しくて、まだまだ自分が学ぶところが多くて本当にすごく楽しかったです、はい、このオリンピックの貴重な経験を次どんな風につなげていきますか？まあ、そうですね、まあ、いつも通り本当に自分のベストを出して、頑張っていいゴルフができるようにしていきたいと思います。本当に4日間お疲れ様でした。ありがとうございました。ホールアウトした笹生選手のインタビューをお聞きいただきました。